ちゃんと職人が生まれているすごいね。タバコ祭りに関して今ちょっと驚きのことが分かりましたが、タバコの喫煙率はまあまあ都会より多いのかなと思うんですけど、地面に吸い殻それからゴミが落ちてません。それお祭りなのに。あら、お行儀いい。そうだね。でもちゃんと燃えるゴミの分別が細かいしね。はい、ジェン君、お祭りからこれを持って帰ってきましたよ。予告から始まって。
はい、ジャン君は本当に怯えましたか？大丈夫だった？怖かったかな？結構響くよね、きっとね。ちょっとペロペロした。大丈夫？大丈夫。そして度胸のあるポンちゃんはここ。あ、違う、ポンちゃんいないよ。ポンちゃん発見。あ、おいで。窓のとこ外見てたの。ポンちゃんおいで。ポンちゃん外見てたな。なんだろうと思って見に行ったのかな。そうかもね。ポンちゃん見に行ってたの。ポンちゃん、ポンちゃん、いらっしゃい。ポンちゃん、あ、泣いてる。ちゃんちゃん泣いてる。あ、